ワールドワイドウェブ、ワールドワイドウェブ、略名、www とは、インターネット上で提供されている、ハイパーテキストシステムである We、web、w3 とも呼ばれる。俗には、インターネットという表現が、ワールドワイドウェブを指す場合もある。ワールドワイドウェブでは、ドキュメント、web ページの記述には主に html や、xhtml といったハイパーテキストの、 記述言語が使用される。ワールドワイドウェブで使われるハイパーテキストとは、文書中に別の文書の URL への参照を埋め込むことで、これをハイパーリンクと呼ぶインターネット上に散在する文書同士を相互に参照能にするシステムである。閲覧者は表示している。文書中で、ハイパーリンクが付された箇所をクリックやタップなどすることでハイパーリンク先の文書を表示させることができる。 世界中に張り巡らしたような文書間の繋がり方が蜘蛛の巣を連想させることから世界に広がる蜘蛛の巣を意味すると名付けられた。なお、蜘蛛の巣は現実のケーブルの配線を表しているわけではない。HTML の記述方式は比較的単純なため急速に広く普及した。ワールドワイドウェブにアクセスするためのソフトウェア、ユーザーエージェントは www クライアントと呼ばれる。そのうち、利用者による閲覧を目的としたものは、特に、ウェブブラウザ、ww ブラウザ、あるいは単に、ブラウザと呼ばれる。また、ワールドワイドウェブのサービスを提供するソフトウェアを、www サーバーソフトウェア、あるいは単に、ウェブサーバーという。ポータル検索エンジンとウェブディレクトリの出現により、 ワールドワイドウェブは徐々にその進化を発揮し始めた。数学的な理論に基礎づけられたウェブページの順位決定法を実用化することによって検索エンジンの取座は一気化成に確定した。それとは対照的にすべての分野にわたって個々の事例の集積を要するウェブディレクトリの作成は継続的で地道な作業によって成し遂げられる辞書の編算と似ている。 前者が数学的手法に依存しているのに対し、後者は分類学的手法によっている点が対照的である。ワールドワイドウェブが実装するハイパーテキストの思想はザナドゥ計画に起源を持ち、その仕様はザナドゥ計画の縮小版とも説明される。ハイパーテキストの思想自体は1945年に発表されたメメックスと1959年に 開発が開始されたオンラインシステム、1960年に開始されたザナド計画に期限を持つが、ワールドワイドウェブの直接の期限については、1980年に、ティム・バーナーズリーが、ロバート・カイリューと構築した、エンクワイアに遡ることができる。その名称は、エンクワイア・ウィズ・イン・アポン・エブリシングという、ビクトリア朝時代の日常生活のハウツーボンに、由来していて、バーナーズリーが、 幼少の頃を思い出してつけたものでや、それは現在のウェブとはだいぶ違うが根本的なアイデアの多くを含んでおり、さらにはバーナーズリーの WWW5 のプロジェクトであるセマンティックウェーブの考え方をも含んでいた。しかし、は一般に公表されるまでには至らなかった。1989年3月、欧州原子核研究機構セルンのティム・バーナーズリーは、 情報管理、提案を執筆し、を参照しつつさらに進んだ、情報管理システムを描いた。彼は1990年11月12日を、より具体化した、提案書を発表した。実装は1990年11月13日から開始され、バーナーズリーは、最初のウェブページを、ネクストワークステーション上に置いた。その年のクリスマス休暇の間に、 バーナーズリーは www に必要な全、ツールを構築した。世界初のウェブブラウザ、ウェブエディタでもあると、世界初の www サーバである。1991年8月6日、彼はプロジェクトに関する簡単な要約をコディセ1ニュースグループに投稿した。この日が www がインターネット上で利用可能なサービスとしてデビューした日である。 ハイパーテキストの概念は1960年代にまで遡ることができる。テッド・ネルソンのザナド計画、ダグラス・エンゲルバートの NLS などである。ネルソンもエンゲルバートもバネバー・ブッシュのマイクロフィルムベースの夢の装置の影響を受けたものであり、は1945年の論文で描かれている。 バーナーズリーのブレイクスルーは、ハイパーテキストとインターネットを結合したことである。彼は、著書の中で、この二つの技術の結合は、双方の技術コミュニティの協力によって成立するとを強調しているが、誰も、この提案を取り上げることはなく、最終的に自分自身でプロジェクトを実行したのである。この過程で彼は、URI と呼ばれるグローバルな資源識別子を開発した。 開発当初、www は文字情報を扱うだけの比較的単純なものであった。ネクスト上で開発されたため OS 自身が文字以外を適切に扱うため、www は情報を区別しなくても良かったというのが真相。しかし1992年、イリノイ大学の米国立スーパーコンピュータ応用研究所 n c s 社によって、 現在のように画像なども扱えるようになった。同校の学生であったマーク・アンドリーセンラは、文字だけでなく、画像なども扱える、革新的なブラウザを開発。そしてこのソフトに改良を加えるために、無料で、ソースコードを公開したため、は、たちまち普及し、www は誰でも、手軽に使うことのできる世界的なメディアとなった。1993年4月30日。 和を無料で誰にでも開放することを発表した。1992年9月30日、高エネルギー加速器研究機構所属の森田陽平が日本最初のホームページを開設した。ウェブは人類史上最大の規模で個人間の情報交換を可能とした。ウェブを通して地球全体で多種多様な情報を自由に交換することができるようになったのである。 感情的な経験、政治的考え方、文化習慣、音楽の風習、ビジネスについての助言、芸術、写真、文学などが人類史上最も安価にデジタル化されて共有、拡散される。ウェブはそれを支える技術と設備の上に成り立っているが、印刷物と違って物理的な形を持たない。そのためウェブを通じた情報電波は 物理的な量に制限されず、情報を複写するのに大きな手間もかからない。またインターネットを使う利点として、ウェブ上の情報は簡単かつ効率的に検索でき、他のどんな通信手段、郵便、電話など、や、実地の旅行よりも早く情報を集めることができる。すなわちウェブは、今まで地上に現れた個人の情報交換媒体としては、最も広範囲で、 遠くまで伝達可能なものである。多くのユーザーが世界各地の人々と情報交換し、他の手段では不可能だったことを可能とするだろう。Web は社会交流を促して膨大な知識の集積を育み、個々人の地球規模の理解を深める役に立つと示唆する人もいる。一方、多くの人々を仮想世界に閉じこもらせ、好戦性を増大させ、 地球規模の管理、支配体制を生み出すのに使われる可能性も持っているとも言われる。ワールドワイドウェブはクライアントサーバーモデルに基づくシステムである。ワールドワイドウェブ上の文書などの資源にアクセスするには、まず、ウェブブラウザに URI を入力するか、文書のリンクをたどればよい。すると、第一段階として URI のサーバー名を表す部分がドメインネームシステム。 DNS と呼ばれるインターネットの分散データベースによって IP アドレスに変換される IP アドレスが直接指定れている場合はこの変換は行われない次にその IP アドレスに対応する www サーバに対して URI のスキーム通信方法などの指定に従い接続を試みるプロトコルとしては主に HTTP が使用される 一般的なウェブページでは文章を構成する HTML ファイルや画像ファイルが要求され即座に要求元に転送される。ウェブブラウザは受け取った HTML ファイルや CSS ファイルに従ってレンダリングし画像をはめ込みリンクをはめ込むなどの仕事を行う。これによって利用者が見ている画面上のページが生み出される。多くのウェブページは 他の関連する文書へのハイパーリンクを含んでいる。それは例えばダウンロードのページだったり、ソース文書だったり、他の定義だったり、ワールドワイドウェブ上の何かの資源だったりする。このハイパーリンクによって、情報の網、ウェブが形成される。これによって、ワールドワイドウェブが構成されているのである。ワールドワイドウェブを構成する、根本的な標準規格が3つ存在する。 ワールドワイドウェブで使われる技術は従来 IETF の RFC により標準化されてきたが現在は非営利組織である W3C によって標準化が進められている現在バーナーズリーは W3C を指導する立場である W3C は蒸気を含めた様々な標準を開発保守しワールドワイドウェブ上のコンピュータが様々な形態の 情報を格納してやり取りできるよう尽力している。は、Web ページのために開発された、クライアント側のスクリプト言語である。NetScape Communications が開発したものである。名前の一部に、を含んではいるが、技術的にはとの関係は、ほとんどない。文法は、C 言語に似ている。オブジェクト思考的にコーディングする以外に、手続き的にコーディングすることもできる。 HTML と JavaScript を組み合わせて動的にウェブページを書き換える手法は性的なウェブページと区別するために Dynamic HTML、DHTML と表現されることが多い。JavaScript で動的にウェブページを書き換えるという発想はウェブページの装飾のみに使える程度の価値しか持たないとされていた。しかし2005年2月18日に起きた AJAX の 提唱と普及により、ネイティブアプリケーションと変わらない、操作性を持つウェブアプリケーションにまで発展した。ウェブの普及期の初期には、3マイクロシステムズの技術により、小さなプログラム、アプレットを、直接、WWW サーバーが提供する情報に埋め込むウェブページが登場した。後にマクロメディアのフラッシュとそのプラグインが登場すると、Java アプレットにとって変わった。 アップレットやフラッシュプラグインを利用したプログラムは、クライアント側のコンピュータ上で動作、高速で豊かなユーザーインターフェースを可能とした。フラッシュプラグインは2000年代に爆発的な普及を見せ、一時期はほぼ全てのウェブブラウザが初期状態で搭載するほどだったが、2010年代に入ると JavaScript を応用した Web アプリケーション発展に押され、フラッシュプラグインを利用する。 ウェブページは減少した。今日では古い技術となった Java プレットやフラッシュプラグインはセキュリティリスクとみなされ、ウェブブラウザから取り除かれる傾向にある。2001年の研究によれば、ウェブ上の文章は5500億個以上も存在し、その多くは深層ウェブにあるという。2002年の20億以上のウェブページを調査した結果によると、 英語のコンテンツが56.4%で最も多く以下、ドイツ語7.7%、フランス語5.6%、日本語4.9%となっていた。これ以降、中国語のページの増加が目立っている。2005年1月では75種類の言語でウェブ検索を行ってサンプリングし、一般に検索可能なウェブは少なくとも115億ページ。 存在するとの結果を得ている。2006年2月では、性的なページだけでも150億ページ以上、動的に生成されるページを含めると350億ページ以上が存在するとの推定がある。インターネットサーフィンという言葉は1992年6月に出版されたウィルソン・ライブラリー・ビュレッティンの中のジー・ G. アーマー・ポリー、司書の書いた文章から発祥しているポリーは、 独自にこの言葉を生み出したかもしれないが、1991年から1992年にかけてで同様の言葉が参見された。さらにそれ以前にハッカーのコミュニティで使われていたという証言もある。英語では、と一語で表記するのが普通だが、や、その薬期の、www 英語でも普通に使われるようになった。最初の頃は単語を 連続して書いて、単語の先頭だけを大文字にした、インターギャップとか、キャメルケースと言われ、プログラマが好む命名規則とか、ハイフンが入った、英語の本来の使用法に近いと表記されることも多かった。英語では、Ruby ルビーランクイコールンワールドワイドウェブルピア、ルピア RT ラングイコールンかな、ワールドワイドウェブ、RT ルピア、ルピア、u b y より、 ルビーラングイコールン www、ルピア、ルピアティランイコールエンかな、www、rt ルピア、ルピア、ルビーの略称が一般的である。ただし、皮肉なことに、の方が、よりも音節数が多く、発音するのにかえって時間がかかる。バーナーズリーによれば、他の人はそれを理由に名前を変えるように助言したが、バーナーズリー本人がこの名称に固執したとのことで、 英語圏の多くの地域では、www は www と発音されるが、ニュージーランドではダダブブダブと発音されることが多い。以下は、の基本的な3つの標準規格を定義した文書のリストである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。